はい、皆さんこんにちは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、アサヒのプレミアム熟成です。これ200円ぐらいでしたね。こだわりの素材を丁寧に仕込み、長期熟成させました。2杯目もしっかりうまさが続くプレミアム生ビールです。あ、これプレミアム生ビールだったんだ。ただの生ビールかと思った。大して変わんねえだろ。うん。これ結構昔からありましたよね。今更紹介するあれですけど。じゃないですけど。もう昔紹介したのかな、俺な。もう記憶にないですけどね。まあ、なんか今でもまだ売ってたんで。買ってみました。少なくともレーベンブロイオカはうまいだろ。さすがに。さすがに、天下の朝日さんですから。さすがにうまいと思いますよ。また、前の動画の続きですが。あ、うまいわ。うん。ああ。安定のうまさ。なんだ。ニコニコチャンネル。ニコニコのなんかね、ニュースみたいなの見てます。ニュースじゃねえか。スレ？ニコニコチャンネル。のなんか、スレッドみたいな。よくわかんない。の、外人、日本のウイスキーうめえ、っていうのを見てますね。山崎飲んだことないんだよね。ザキヤマさん。飲んでみたいけど、ちょっと高い、ですね。ちょっと高いっていうか、ちょっとどころじゃない。でも、日本のビールで誇れるものって言ったら、やっぱり山崎。じゃないですか。わかんないけど。まあ、わかんないけど。多分、ザキヤマさんが一番売れてんじゃない？まあ俺基本的に日課派なんです。山崎って、なんだっけ？山崎ってなんだ？山崎ってサントリー？ザキヤマサントリーか。サントリーだね。多分ね。と言って、はっきり言って、ウイスキーに関しては、高いウイスキーっていうのは飲んだことない。2000円以上のウイスキー、まあ、ボトル2000円以上のウイスキー飲んだことないんで、正直どうしようもない。ですよね。ぶっちゃけた話。だって、ブラックニッカクリアが俺、うまいっていうぐらいですから。でも、日課ウイスキー俺好きなんですよ。安くて美味しいのが多い。のでね。やっぱブラック日課クリアはうまいなと。思ってはいるんですが、少なくともサントリーはね、別にあれなんですけど、やっぱりある程度宣伝文句がされてるところっていうのはやっぱりそれなりに宣伝料がかかってるわけなんで、
やっぱりそれだけ高くなっちゃうんですよね。値段がね。だから角瓶とか俺大嫌いなんですけど。実際まずい。事実まずかった。ああ、サントリー響きとか、白州とかあるんだもんな、ね。そういえばな。どれが一番うまいのか全然わからん。響き。高そうだね、このウイスキー。12年。17年、21年、30年とか。でも高いって言ったらやっぱ、ザキヤマさんですかね。飲んでみたいですけどね。飲んでみたいけど。近くにね、蒸留所があればね、行ってみたいんですけど。ナイス。ウイスキーの。え、これ。エヴァのあれじゃん。Fly Me to the Moon じゃん。ちょっと待って。シングルモルトウイスキー。やっぱそこが違うんだよね。ブレンデッドと違ってやっぱり。うん、みたいなね。あれ？なんだこれ。新しい山崎、ザ・山崎シングルモルトウイスキー。え、なんだこれ。あれ、山崎って、ん？たけえ山崎、7000円とかすんのかよ。山崎12年と18年と25年があるみたいですが、それとは別になんか山崎っていう、ただの山崎っていうのが3500円って書いてあります。なんだと。ちょっとわかんないんですけど。白州と山崎ってどっちがうまいの？というのが分からない。そもそも。というのがどうしようもないんで。少なくとも、ん？これも白州だ。え？なんか違う？あ、白州ってってあれなんだ。あれ？違うな。ただの白州ってやつと、白州10年っていうやつと、白州12年っていうのと、18年っていうのと、25年っていうのがあるらしいですね。ただの白州は何年なのかというのが、すごい気になるんですけど。割と最近発売されたやつみたいです。2012年の5月29日、新発売って書いてありますね。はあ、まあ、少なくともこれ買うんだったら俺、あれだわ、ブラックニッカ8年とか買うわ。少なくとも。竹鶴とかね、竹鶴とか。ニッカウイスキーの方買うん。ね。ニッカ派なんで。ただ金があればの話ですけどね。竹鶴は、あ、北海道なんだ、これ。
12年と21年と17年があるみたいですか。うん。竹鶴12年は、結構コスパがいいらしいですけど、飲んだことないんでどうしようもないですね。あと、夜市があるんだよな。夜市とか宮崎郷。ん？宮城郷か。宮崎ではない。宮城郷。シングルモルト。これもいろいろ種類ありますね。まあまあ、夜市とかはちょっと飲んでみたいですね。割と安いんで。割と安めなんで。夜市とか宮城郷とかね。で、最近発売された、あの、ブラックニッカの、なんだっけ、リッチブレンド。これを買いましたけどね。でもやっぱり、うまいのはハイニッカじゃないかな、今のところ。俺の中でウイスキーで、一番うまかったのはハイニッカです。伊達。伊達、買える店って知らんぞ、こんなん。こんなん売ってんの？ああ、仙台とか限定なんか、これ。もしかして。気仙沼市とか。あれなんかな？伊達って、仙台宮城郷蒸留所。宮城県限定だって。あら。あらら。そういうことか。それはしょうがない。でも、夜市は結構見ますよね。うん。俺はだけど。夜市は、1000円ぐらい。いくらやったっけ？ 1200 円ぐらいで買えるか。500ml。確か。違ったっけ？うん。まあ、買えるけどね。まあ、微妙だな。わかんね。まあそこまで俺多分高いやつは合わないんじゃないかと思われるんですけど、ウイスキーの工場ってどこら辺が新潟のあたりにあるのかな。あの、試飲とかしてみたいですけどね。どっか行ってね。ちょっと待った。朝日の熟成プレミアム。ああ。この人ちょっとおかしいんじゃないのか？ちょっとおかしいですね。あの、今、あなたの知らないビールの世界っていうサイトを見てるんですが、ちょっといろいろおかしいですね、この人ね。これちょっと、この人ちょっとおかしいですね。先ほどのレーベンブロイと、味的になんか何も変わってない。
データで書いてあるんですけど、このグラフ的な意味で、ちょっとそれはないだろう、さすがに。うん、レーベンブロイ、熟選、あ、これ 100% 爆が使用してないんだ。へえ。爆がホップ米とかスターチ使ってるね。ああ、なるほど。麦芽 100% ビールじゃないのこれ。ある意味珍しいですね。基本的に生ビールって、ほら、麦芽 100% 的なイメージがあるけど、そういうことでもない。ですね。スーパードライって、スーパードライで 100% あれなのか。ちょっと見てみますね。ん？何これ？アサヒスーパードライ、ドライプレミアムってなんだ？そんな見たことないじゃん。ギフト限定醸造、6月11日新発売って。ギフト限定か。あれみたいですね。なんとかゴールドみたい。アサヒのすげえ金色のやつだ。やべえの見て、飲んでみたいっすねこれ。マジか。でもスーパードライってこれ爆破 100% かな、違うような気がしてきたけど、あ、違うっぽいね。やっぱり、麦芽とホップだけじゃなくて、米とコーンとスターチ使ってますね。ああ。麦芽 100% ビールっていうのが、今まで気にしてなかったですけど、意外とあれなんですかね。ないんですかね。ちょっとわかんないけど、麦芽 100% のやつはアサヒだとザ・マスターとか。でも俺あんまりそこまで気にしたことないっていうけど、実際味的にやっぱ違うもんなんですかね、麦芽 100%。 確かによくよくこれ考えてみると全くこれ味違いますよ。うん、少なくとも前回飲んだレーベンブロイとこのアサヒプレミアム熟成
全然違いますね。味が。こっちはね、なんか、はっきり言って、なんていうの？なんか、コクがある感じ。うん。で、レーベンブロイはドライな感じですね。ドライ。そこなのかな？わかんないけど。全然わかんない。うん。あ、朝日ザエクストラってそういえばあったな、こんな。俺個人的にスーパードライの方が好きなんだ。うん。これなんか、あの、セブンイレブンに売ってるやつですよね。あ、でも見ると面白いわ。結構、成分表見ると。原材料の部分見ると。麦芽 100% ビールっていうのは基本的に麦芽とホップこの原材料のところだよね。違う？多分そうだと思うけど、ちょっと待って、一番搾りが麦芽 100% っぽいですね。ちょっとそれで見てみようか。これでまた俺も一つ勉強になる。一番搾りは、一番搾りについて、あ、やっぱり原材料が麦芽とホップって書いてあるものかな？おそらく。うん、麦芽とホップ。で、100% じゃないやつは、米とかスターチとか、なんか、その他、ですね。うん。あ、なるほどね。やっぱある程度、麦芽 100% だと本当に、なんかドライって感じがしますね。うん。うん。うん。なるほど、なるほど。うんうん。バグが 100% のビールっていうのは、麦芽 100% ビールっていうのは確かによくよく考えてみると割と味が固定されてる気がするね。だって 100% なんですから、
他も 100% なわけでしょ。結局違いっていうのは爆がの違いだけって。まあ、場所とかね。やっぱそれはちょっと味をね、あれするのは難しいんじゃないですか。味をこう、ねえ、違いが分かるっていうのはなかなか難しいですよね。ただ 100% じゃないビールっていうのは、それなりに個性がある。うん。やっぱり。うん。個性が、じゃね？と、俺は少なくとも、ちょっと思うね。うん。まあ、わかんねえけど。まあ、俺スーパードライ好きだけど、スーパードライ 100% じゃないからね。そういうことを考える。少なくともレーベンブロイとこの熟成プレミアムを比較すると確実にこっちの方がうまい。っていうのはわかるんだけど、なんか、そう思ってくると、徐々にこっちもなんかうまくねえなって思うようになってきたんだけど、よくよく考えてると、この熟成プレミアムの方は、飽きるね。味に。飽きてくる。ただ、レーベンブロイの方は、100% 麦芽使ってる方は飽きない。確かに。うん。っていうのはわかる。ただし、個性があるのはこっちなんですよ。個性がないのは、もう一般的なビールみたいな感じ。薄いビールみたいな感じなんだけど。難しいっすね。なんか、もうこれ、少なくともこの熟成プレミアムに関しては、なんか、飽きた。もう一本で飽きたわ。飽きたんで、こっちは飽きなかったんだよな。まあでもこれも三つ星にすっか、これ。最初飲んだ時うまいなと思ったんだけど。それをいろいろ考えてると、やっぱり、ちょっと、秋が来るな、感じ。うん。ですね。はい。それではご視聴ありがとうございました。